宇多川県は中華民国の政治家。北京政府、安岐派に属し、後に中華民国維新政府、南京国民政府の要人となった。字は都合を志のぼる。幼い頃は四川省で地方官に任ぜられた父の下で暮らす。新末の感性で、後に日本に留学した。1900年に帰国し、新朝の巡警部、民政部、 憲法修正官などで、各職を歴任している。1912年8月24日、宇多から県は、内務部選時に任命される。また同年には、北京政府の内務部系、政治課長となり、合わせて、参議院議員候補に選出された。1913年12月30日、内務部民事支出長に任命されている。1914年中には、冷静官、 第一類編纂、立法院事務局評議も兼任している。1915年7月3日、中大部の地位を授与された。1916年10月29日に内務部首長を辞任し、回復した国会で参議院議員に任せられる。再び国会が解散された1917年7月26日に交通部秘書となり、同年12月5日、 内務部次長に昇進して内務総長の洗脳君を補佐することになった。翌1918年2月27日からはヒカルソ内国会事務局委員長も兼任し安福国会における選挙事務を担当することになっている。1919年6月13日、京心深市臨時内閣で一時的に内務総長を代理したが、わずか3日後の16日に、 内務次長等の各職も含めて辞任した。1920年8月21日、宇多か県は経済調査局副総裁に任命され、1922年7月5日には同局総裁代行を務めた。同年12月6日、政治前後討論委員会委員に任命され、翌1923年9月11日には財政整理委員会委員となっている。 このほか、北京古学院鉄理研究会研究委員等も、歴任した。1938年4月、両大取調の中華民国維新政府に参加し、交通部次長に任命された。1941年5月、王朝明の南京国民政府において、高等講視点市委員会館市委員を務めた。これ以降の宇多ら県の消息は不明である。ありがとうございます。